ポケカ最新スターターのバンギラスデッキがヤバすぎる。イエーイ。はい、皆さんこんにちは。そしてズミンです。よろしくお願いします。イエーイ。それでは本日なんですけども、はい、ポケカ最新スターターバンギラスデッキがヤバすぎる。はい、ということでございまして、うん、本日はバンギラス EX ということでございます。バンギラス、いや、ついにね、バンギラスがね、なんか悪タイプでやってきたよって感じなんですけど、なんか俺の知ってるバンギラスって雷タイプだったりとか、なんかテラスタルだったりとか、テラスタルのな、なんか通常のバンギラスってあんまり見たことないんですよね、うん、でちなみに僕がポケカを始めようと思った頃は、うん、タイプ雷のバンギラスみたいな、うん、本当になんか全然違うバンギラスだった時代があって、うん、なんでまともなバンギラス見るのはこれが初めてです。で、技がね結構優秀で、うん、まあ、ようやく使えるようになったねみたいな、そんな感じの技になってますんで、まあ、これがね一体どんな風に活躍できるのか、ぜひ最後までご覧いただければと思います。ポケカンやろうぜ。今回はよ、 お前のためにポケカン最新スターターのあるカードを入れてきてやったぜ。あるカード、いや、公式から意外と愛されてるんじゃないかなっていうようなカードなんだけども、まあそのカードがですね、まあ、ようやく僕もなんかまともに見たぜ感じで、まともに見たぜ、ようやく使えるようになったんじゃないかと言われてますね。ははー、はい、お願いします。お願いします。はい、ポケモンチェック。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、行くでしょ。先行。はい。いいら。あー、まあ、いるはいます。ポケモンいません。お、いない。はい。キー、いいな、そのデッキスリーブ、かわいいな。あ、これいいな。なんじゃもー。なんじゃもー。なんじゃもじゃもー。いいな。いいぞ。ちょうだい、ちょうだい、ちょうだい。めちゃくちゃかわいい。ちょうだい、ちょうだい。いや、これね、ヤフオクで見て、買っちゃった。運命の巡り合わせ。巡り合わせ。はい、じゃあ1枚ね。はい。かわいい。ストック。いいね。ストックもかわいい。なんじゃも好きやからな。うん。こちら、ああ、ポケモンいます。はい。じゃあ取ろうね。はい。はい。ポケモンゲットだぜ。ヨーギナス。ヨーギナス。ポーン、人影ポッポ。みんなはヨーギナスというポケモンを知ってるかな？大きな博士教えてください。このわしは知っておるぞ。お。このポケモンわしは知っておる、うん、このポケモン以前マクドナルドが63円フェアみたいなのやってた時にハッピーセットのおまけでヨーギラスの人形がついてきたんじゃ、しかも今では考えられんこれぐらいのサイズのヨーギラスへの、うん、そこの後ろから尻尾でこうなんかこうリングみたいなの引くとこうボボ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 って動くタイプだったんじゃ。かわいい。あれを抱きしめてバイブレーションさせたときにわしは初めてオスになったんじゃな。きっしゃー。ってことで知りたくなかった。ヨーギラスについて知りたかったのに。出さなくさ出したいと思います。博士のきっしょい過去を知らされた。仲良し方に使いたいと思います。きっしゃー。体力70以下の種ポケモンを2体まで展開することができます。ということで、ということで、ということで、謎謎謎の草で良いのかの。知らんよ。良いのです。良いのです。良いのですよ。どうぞ。はい。じゃあ、このターン終了です。はい。やろう。草生えるんですけど。すげえ草。で、仲良しポフィン、こちらも負けじと。HP70 以下の種ポケモンということで、4万割ると。はい。で、もう一体人影。つか人影で。はい。いいですよ。人の影の影の人の。何その歌詞。何こっちが聞いてんだよ。はい、ということでベンチの人影に炎エネルギーをつけてここはターン終了でいきましょう。はい、じゃあわしのターン、ドローじゃ。はい、はい、水ポケモンとグッズをそれぞれ1枚ずつ選び相手に見せて手札に加えます。ということで、じゃあ輝く月光か、あー、なるほど、ハイパーボールかな。そう、そしてハイパーボール使えますか。そうっすね、手札2枚切ってハイパーボールかな。使ってきた。持ってくるのは一応バンギラスかな。バンギラス、キエーシャフ、どうぞ。はい、それでは先に謎の草を進化させます。臭い花。うわ、
特製三分咲きエナジーを使いたいと思います。三分咲きエナジー、三分咲きエナジーさよならエレジーの言い方。このカード手札から出して進化させた時1回使えます。自分の山札を上から3枚見て、その中から基本エネルギーを好きなだけ選び、自分のポケモンに好きなようにつけるということで、じゃあ3枚見ます。はい、で1枚1枚2枚 2枚3枚ということで、エネルギー1枚つけたいと思います。サエネルギーだ。はい、残りは山札に戻してシャッフルです。シャッフルどうぞ。不思議な名でバンギラス EX に進化したいと思います。はい、それでは技宣言したいと思います。押しつぶす。このポケモンについているエネルギーの数かける50ダメージということで、一かけに50ダメージ与えたいと思います。殴られた。で、ターン終了です。はい、じゃあドロー。ここは手札2枚切ってハイパーボールかな。はい、エアカード持ってきます。持ってくるのはロトム V。 はい、シャプルー。噴石じゃなくていいんですか。噴石ないんですね。ないよー。ジュで、ベンチの人影に炎エネルギーをつけて、はい、即席充電でターン終了です。はい、自分の番は終わるが、山札を3枚ドローできる。1枚、2枚、3枚、ターン終了。はい、じゃあ俺のターンドロー。じゃあ輝く月光が出しまして、はい、手札のエネルギーを切って隠し札、エネルギー1枚切って2枚ドローできます。はい、1枚、2枚、2枚。じゃあスナギラスに進化させまして、おー、進化した。どうしよっかな。普通に押しつぶしちゃおうかな。じゃあ押しつぶすで人影倒したいと思います。うわ、それで1枚引いてターン終了。はい、じゃあ夜回るを前にドロー。ということで、手札2枚切ってハイパーボール。はい、キチキですか。持ってくるのはこれだ、ネオラント V。 はい、ということで手札に加えるなので、手札からネオラント V を出し、ルミナスサインを使います。山札から好きなサポートを1枚選んで手札に加えます。ということで、はい、サポートペパー。ペパー使いますか。はい、ペパー使います。はい、ということで、好きなグッズとポケモンの道具ということで、はい、森の封印石。はい、そして不思議な飴。はい、使いますか。はい、使います。ネオラント V につけ、ブスターパワーメイクアップ。はい、好きなカードをさらに持ってきます。ということで、不思議な飴。はい、不思議な飴使いますか。使います。ということで、不思議な飴を使い、ポッポがピジョット EX に進化。はい、そしてマッハサーチ。はい、好きなカードを持ってくることができる。さあ、もう来る救急車が来たね。ピポピポー、ウェカピポー。あらあらあら。ということで、これかな、サマヨール。はい、で、夜回るをサマヨールに進化しておきます。はい、そしてさらに不思議な飴を使い、人影がリザードン EX に進化。はい、煉獄支配は使いません。はい、はい、シャッフルどうぞ。最悪、ターンが終わりましたね。はい、はい、ということで、それではサマヨール、カーストバム。はい、自分の番に1回使えて、使ったならこのポケモン気絶させる。バイバイサマヨール。そして相手のポケモン1匹にダメ感を5個乗せるということで、まあ、バンギレス EX に乗せてもらいましょう。バンギリンですか。はい、はい、ということで、サイド1枚取ってください。はい、サイド1枚取ります。ということで、リザードン EX が前に。はい、はい、それでは技を宣言しましょう。リザードン EX のバーニングダーク。相手がすでに取ったサイドの枚数かける30ダメージを180ダメージに追加ということで、240ダメージバンギラス EX に与えます。はい、240ダメージ入ります。はい、優秀ですね。体力高えなまあそっちも2進化やから一緒やろぐらいですか。ターン終了です。はい、じゃあ俺のターンドロー。じゃあ手札2枚切ってハイパーボール。はい、持ってくるのはラフレシア。ラフレシア、どうぞ。隠し札使います。エネルギー1枚切って2枚ドロー。はい、1枚、2枚。なるほど。じゃあ臭い花、いやー、どうしよっかな。不思議な雨で謎の草をラフレシアに進化したいと思います。あー、なるほど。そして満開エロジーエレジー。デッキトップ8枚見て、基本エネルギーを好きなだけつけることができますと。8枚、8枚ですね。イエー。はい、8枚になります。はい、エネルギーは4枚。4枚、イエー。はい、めちゃくちゃついた。で、シャッフルですね。こりゃ満開ですわ。これは満開ですよ、どうぞ。そして、スイレンのお世話。はい、自分のトラッシュからポケモン、ルールを持つポケモンを除くと、基本エネルギーを合計3枚まで選び、相手に見せて札に加えるということなので、はい、まあ、草にしておきまして、はい、回収。はい、で、サナギラスに草エネルギーを貼っておきたいと思います。なるほど。はい、それでは技宣言します。押しつぶす。4枚ついているため200ダメージになります。ターン終了です。はい、じゃあドロー。ということで、サポート
なんじゃもう。おい、お互いのプレイヤーはそれぞれ自分の手札をすべて裏にして切り、山札の下に戻す。その後それぞれ自分のサイドの残り枚数分山札を引くということで、はい、まあ、こちらは4枚、僕の方に手札があったんで、はい、1回ですね。こちらはただ6枚ドローします。はい、2、4、6枚、チーラ、それでは仲良しポフィン使います。はい、持ってくるのは夜回る、そして人影、はい、フルー、いや、シャッフルせずにマッハサージ使いたいと思います。はい、それかな、フルー、どうぞ。このカードを持ってきました。はい、ということで技を宣言しましょう。ピザトン EX バーニングダーク、240ダメージでバンギラス EX 倒します。はい、やられます。はい、サイド2枚ドロー。じゃあサナギラス前へ。はい、ターン終了。ボタンドロー。じゃあとりあえずバンギラスに進化しまして、一旦臭い花かな。おー、サムザケルジー。あー、いいが僕に噛みついて。1、2、3枚。はい、対象なし。なし。いきます。はい、現在50なんで、まあ2枚、2枚つけばリザードン EX 倒せる。どうぞ。一旦フトゥ博士のシナリオでラフレシアを手札に回収したいと思います。謎の草出しまして、ラフレシア満開やろうぜ。満開エネジー、満開やろうぜ。エネジーって言ってるけどエナジーですから。はい、でこっちは8枚です、ね、うわー、シーラ2枚、ギャー、足りましたね。なんてこった。いっちゃいました。そして隠し札エネルギー1枚切って2枚ドローします。はい、1枚2枚、ネストボール打ちたいと思います。はい、山札から種ポケ1匹持ってくるってことでキチキギス EX。 なるほど、どうぞ。はい、じゃあキチキギス使います。逆手に取る。はい、先ほど僕のポケモンがやられてるんで3枚ドローできます。はい、1枚2枚3枚。はい、ってことで技宣言しましょう。押しつぶす150ダメージになります。うーわー、ただ2枚取ります。完了。ピジョット EX 前に、はい、ドローということで輝くリザードン出しておきたいと思います。はい、そして人影をリザードに進化。はい、そしてマッハサーチ。はい、出てくるのはすごい釣り竿。はい、すごい釣り竿を使います。はい、このエネルギー2枚とサマヨール、はい、こちらを戻したいと思います。はい、バンギラスも6枚にならないとピジョットはワンパンできないので。そうだね、この状態だとちょっと重い、うん、まあ、1枚ならまあね、ロトム V とかネオラントぐらいなら枯れるんで、280はちょっと遠く感じますね。うん、そうだよな。ってことでカウンターキャッチャーで、ラフレシアを前にかな。ラフレシア前にいいですか。はい、はい、一旦ちょっと下がっててもらいましょう。はい、臭い花じゃなくてラフレシアでいいですね。はい、ラフレシアでいいです。はい、ということでここは即席充電打ってターン終了。はい、1枚2枚3枚、ターン終了。はい、じゃあ俺のターンドロー。なんとかしてバンギラスに乗せながらラフレシアにも乗せられればベストだという形ですかね。そういう感じだね。はい、ってことでじゃあ一旦ポケモン回収再開でラフレシアを回収したいと思います。なんてこったさあ、こっからそれがあったか。こっからエレジーできればベストですよね。ってことでどうしようかな。一回仲良しポフィンデッキチェックするか。はい、何枚あるんだ。あー、父さん母さん、いやいやいや、あー感謝してます。はいはい、圧縮、圧縮の容器。なるほどね、仲良しポフィン1枚でもね。どうぞ。あー、でさらに圧縮するか。はい、うわ、水ポケとグッズということで、水ポケは良いとしてハイパーボールにしよっか。なるほど、さらに圧縮を重ねていく。そう、だからこの辺りかな。じゃあもうネストボールと謎の草を、はい、ハイパーボール、はい、さらに圧縮でラフレシアかな。ラフレシア、どうぞ。さあ手張り、2枚乗れば勝ちっすね。いきます、ラフレシア満開やろうぜ。さよならエレジー。8枚ね。はい、1、2、3、4、俺の勝ちだー。乗りすぎ乗りすぎってことで、乗り乗りだぜ、8枚乗ったので400ダメージだ。俺の勝ちだ。乗ると思わなかったこれが満開バンギラスやー。はい、ってことでバンギラス、ウェーイ。
はい、ってことでバンギラス EX が3枚、サナギラスが1枚、ヨウギラスが3枚、ラフレシアが3枚、草花が2枚、謎の草が3枚、翡翠大刀が1枚、翡翠バスラオが2枚、輝く月光が1枚、キチギス EX が1枚、ネストボールが2枚、ハイパーボールが4枚、中吉ポフィンが4枚、不思議な雨が4枚、ポケモン回収サイクロンが1枚、貝が4枚、水蓮のお世話が1枚、フットワークスのシナリオが2枚、基本草エネルギーが18枚という構成になっておりました。はーい。はい、ということで18枚、思ったより強い。なんか正直さ、まあ微妙なのかなって思ってる節もあったんですよ、うん、まあちょっと難しいのかなみたいなところだったんですが、普通に強かったですね。いやこれ草エネしか入れてないんですけど、ワンチャンちょっと悪エネも入れて、まあ悪と草でタイラントクラッシュ狙うっていうのもワンチャンありですね。なるほどね。手札取らしできるので、うん、まあタイミングよく1枚だけ持ってるとかそういう対面で落としに行くのもワンチャンありですかね。初めのうちはちょっとエネが溜まりづらかったりとかしたんですが、うん、途中からねラフレシアと臭い花でやっぱりエネルギーサーチして貼り付けるって強いので、すげー、デッキトップ操作できればもっといいのかなっていう感じがしましたね。暗号マニア入れるだけで、うん、デッキトップに草エネ2枚置けるので、うんうんうん、まあそれだけで確定100ダメって思うとそっちの方が美味しいかもなとはちょっと思いましたが、確かにね、輝く月光牙との相性もいいですから、うん、睡蓮のお世話もいいんですけど、まあ睡蓮のお世話よりはそっちの方がいいのかなみたいな、うん、睡蓮のお世話入れた理由がラフレシア前に引っ張られるのかなとか、はいはい、なんか勝手に想定してたんですけど、よくよく考えたら別にラフレシア前に引っ張る理由がないので、うん、まあまあ別にいらないかなっていう感じしましたね。水蓮入れてたけど、うん、まあエネルギーとかはね、偉大刀は全部デッキに戻してくれるんで、回収系のカード一つもないんですけども、まあ自身がね、気絶してエネルギー乗せるっていうカードではないので、うん、そのあたりこのラフレシアっていうのはこのループ、うん、非常によく合ってて、でフット吐かすので回収してね乗っけるっていうことも、まあ、無事できたし、うん、なんなら、2フットサイクロンやったのかな、1フットサイクロンか、うん、1フットサイクロンで勝てるならもうこのデッキでこの形でいいんじゃないか、ね、これで良くないですか。結構そのバンギラスも並んでましたし、うん、やっぱ重いからね、うんうんうん、リザ相手には結構有効だがるのかなとか、そうだね、で5枚ヒットで240超えれるんで、うん、まあタケルライク系の相手に対してもちょっと圧力はかけやすいのかなっていうところはありますよね、うん、確かにね、どっちも5枚ヒットで250で突破できるし、でまあ5枚ヒットなら全然ありえますからね、ラフレシア ね、 ね、で手張りも含めて考えたら結構強いのかなみたいなところと、うん、まあ、入れるんだったらですけど脅しし V 入れて、森の封印石入れてオーガポ緑の面入れるとかでもいいかもなっていうのはちょっと感じましたね。ちょっとデッキもちょっと圧縮する形になると思いますけども、うん、正直7枚乗ったら敵なしなんで、そうだ、ね、結構バンギラスバカにできないんじゃないかなってなんかちょっと思っちゃいましたね、なんか結構弱いかなとも思ったんですけど、あれ意外とバンギラス強くないかってなんか、ね、もう晴れさえすればもう敵なし、うん、やっぱ体力ラインが高くて火力が青天井ってのはやっぱりロマンがあるんで、うん、なんかパオジアンとかって、まあ、言ってもあのワンパンでやられるじゃないですか、そうだ、ね、最初のターンとかでやられて、うん、青天井ってやっぱそういう運命あるんです、うんうん、バンギに関してはまあエネルギーちょっとつければ火力増すみたいなところが結構強いなってやっぱ思いましたね、うん、ね、序盤進化さえしちゃえば、うん、だいたいリザードンだってもう序盤は180ぐらいしか火力出ないわけだし、そうっすね、なかなかやられないよね。でしかもなんかデッキトップ操作自体をそんなにしなくてもやっぱ8枚チェックできるって結構強いと思うんで、なんかいろいろ考えましたけどね、ラプラス様前に出して、ラニマ、そうそう、ラニマ使って全員な20枚見て、うんうんうん、エネルギーつけれたらそれは強いなとも思ったりとか、うん、でも結局体力ラインの問題で厳しいっすよねって思って、ね、まあそこにエネ咲いてる間に負けそうだなみたいな、うんうんうん、でなんか相性のいいのないかなって思った時に、まあ、やっぱラフレシアが安定なのかなみたいな、うん、ところで今回選びまして、あ、一応メタングっていう選択肢もありますね。あ、メタルメーカー、メタルメーカーっていう選択肢あるんですけど、はいはいはい、あのもうそこに至った時に一つまあやっぱ頭によぎったのは、うん、それだったらオリジンで良くないかみたいな、良、うん、くないですかってなるな。ね、
オリジンリアルかで良くないですかってなったから、うん、じゃあバンギラスらしさってなんだろうなってなった時に、なんかこうちょっとデッキトップ削るのがやっぱバンギラスっぽいからデッキトップからエネルギーを削ってバンギラスに乗せるっていうのは結構なんていうのシナジー的に綺麗かなみたいな感じで、なるほど、ラフレシアに乗せてみたよっていう感じですね、うん、バンギラスというポケモンのコンセプトだよ。そうそうそう、であとやっぱ緑の方がやっぱバンギラスは似合ってるから確かに、うん、お前岩ポケじゃねえのかよって思ったりしますけど、うん、草乗ってるとすごい草っぽくていいなって思いましたね。はい、今回はこういうデッキにしてみましたね。うん、まあ結構エネルギー移す系のカードとかもあるので、はいはい、例えばなんですけどあのポケ化最新弾のスイッチ使って、うん、あの入れ替わりでまあオーガポンから草エネもらってくるっていうのも全然いいですしね、その逆もしっかりですから、エネルギー鬼のようにつけたやつでも全然いいし、てかまあ効果として一緒だもんね、エネルギーついてる数分だから。そうだね、でまあ抜群も取れるといったところでまあ結構優秀なんじゃないかなって感じしますね。しかもこのバンギってさエネルギーつけて殴るタイプのバンギじゃないですか。そうだね、うん、で VS サナとか結構やっぱ熱いっすよね。バンギといえば対面サナみたいなイメージが僕の中であったんで昔から。なるほど、うん、だそこにもなんか結構圧力かけたりとかうん、できそうだなっていう感じがしましたけどね、うん、まあなんかいろんな方向性でこのデッキは活躍しそうだなっていう感じがしたんで、うん、まあ、最近やっぱあね青天井が流行りじゃないですか。そうだね、絵でつけるなりトラッシュの絵で活用するなりで、そもそもライコポンがティアワンにまた返り咲いてきたし、そう、うん、まあエネルギーをトラッシュしなくていいという意味ではバンギラスかなり優秀だと思います。そうだね、うん、でさらにそこから必須遺体等まで使うと、うん、18枚あれば360まで出せるんで、ひゅー、強いですよね。でその後ラフレシアからのヒット率が高いわけですよ。そうなるんだよな、それがやりたくてね今回これ組んだんで、はい、まあワンチャンなんですけどまあチャデスとか使ってみてもいいかもしれないね。あ、戦時返し、あ、そう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 、なるほど、まあワンチャン草で組むなら、うん、そういう戦い方もできるかもしれないので、うん、なんかもう1進化で戦ったりとか2進化で戦ったりとか、うん、そういう方向性でいろんなところにこうプレッシャーかけていける、おー、いいデッキへの方向性みたいなのあると思いますので、うん、はい、ぜひ皆さん組んでみてはいかがでしょうか。まあ、実際どうですか戦ってみて。めちゃくちゃ強かったよ、エネルギーバンバンついてって、そう、うん、ちょっと緊張しますよ ね、 ね、エネルギー2枚か、2枚ならヒットしそうだなみたいなね。そう、うん、実はねデボリューションを引いてきたんだけど、うん、まあ、乗ると思わなかったし、逆にあの、ま、のラフレシアとか臭い花が手札に戻ってまた三分咲き満開チャンスが訪れるっていうふうに考えたら、そうですよ、打ちたくなくなっちゃって、そうなってしまうんですよ、三分咲きしちゃうんですよこれ。そう、怖いデッキだ。いや面白いですね、手札に戻ることがデメリットないんでこのデッキ、うん、はい、まあ結構強かったんで、ぜひ皆さんも組んでみてはいかがでしょうか、うん、はい、ということで本日は他で見てくださってありがとうございました。今回はバンギラス EX ということでございましたけれども、いかがだったでしょうか。ういやー、バンギはね僕結構好きなポケモンなんでね、うん、なんかどんどん使ってあげたいんですけども、うん、これまでちょっとテラスタルのバンギがちょっと不遇な状況だったので、うん、なんかもっとエネルギー乗せられるようなね簡単な状況になればより使いやすくなるでしょうし、うん、特にバンギラスはこいつ悪タイプなんでね、うん、悪にエネルギーつける方法いっぱいありますんで、そうだね、そのあたりで戦ってみるっていうのもね面白いかもしれないので、うん、なんかいろんな方向からバンギラスにエネルギーをつけていくデッキぜひね作ってみたいかなと思いますんで、ぜひぜひ、皆さんもねバンギラス組んでみてはいかがでしょうか。ということでございまして、本日はここまで見てくださってありがとうございました。いやー、やっと強いバンギラス来たなとか、うん、やっぱりバンギラス最強、バンギラス最強と思った人はチャンネル登録をよくよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。本日はここまで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。ツイッターもやっておりますのでぜひフォローの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、はい。